アンニョン。メイクのコツは、自分に合うクッションファンデ探すのってマジでむずない。韓国コスメライターのチタです。はい、本日はですね、そんなクッションファンデ難民の皆さんにご紹介したいアイビブのフェイスカバーフィット 3D クッションをレビューしていきたいと思います。じゃん。はい、というのも皆さんまずね、いや、アイビブってどこのブランドやんっていう風にね、思ってらっしゃる方も多いかと思うので、アイビブがどんなブランドかっていうところから詳しく解説していきますね。まずはアイビブっていうのは What Brand What I Made の頭文字を取って IBIM でアイビムって呼びます。で、その I brand what I made、 どういう意味かっていうと、私が作る私のブランドがコンセプトとなっております。私が作った、作ってないけどなみたいにね、思わないでください。どういう意味かっていうと、消費者の皆さんの声を集めて皆さんのアイディアを実現するっていうのがブランドコンセプトとなっております。まあ、どういうことかっていうと、皆さんアイビムさんが実際に韓国の消費者の方をこうね、何十人とかっていう風に集めてアイディアだったり意見をもらって、あ、こういう製品ニーズがあるんだとか、こういうアイテム皆さんが求めてるんだなっていうのを実現したのがアイビムさんになります。今回はアイビムのね、メンバー80人の意見によって作られたのがこのフェイスカバーフィット 3D クッションです。そんな80人が意見を出して作ったの？もしかしたら私の意見もとかね、私の欲しいものもね、反映されてるんじゃって皆さん思ったと思います。では実際にこのアイテムを詳しくご紹介しておきますね。このアイビムの衣装アクションファンデはフェイスカバーフィット 3D クッションっていうのがね、まあ、正式なお名前でして、実はこれね、なんかね、クッションっていうよりかは、じゃん、メッシュ素材のね、衣装見えるかな、メッシュの素材のクッションファンデになっております。こういうね、メッシュクッションね、一時期 3C から発売されてね、流行りましたよね。で、最近ね、ちょっと見ないなって思ってたんですけど、久々に衣装を使っていきましょう。あと、どんなものもね、液量含まれてるか、ぜひぜひ。これ、よいしょ、うわ、じゃん、めちゃくちゃたっぷりね、染みてます。で、メッシュ自体はね、セーターみたいな穴の大きさで、めちゃくちゃ細かいかって言われたら、そんな肉眼で確認できるぐらいの穴のサイズ感のメッシュになっております。こいつの詳しい詳細をご紹介していきますね。アイビムのね、そのファンデとか意見出したりするクルーのことをアビミっていうアビミっていうらしいです。80人のアビミのアイディアで作られたのがこのクッションファンデです。まあ、そのアビミの意見としては、鎮静ケア効果のあるクッションが欲しいと、あとはファンデーションをしっかり使い切れるパッケージだってほしい。いや、確かにクッションファンデってさ、なんか下の方に溜まっちゃったりとかさ、なんか変な方に液寄って結局綺麗に使い切れんもんな、分かってんなこいつ。で、パフはドロップ型がいいと。いや、いい意見ですね。最近もね、このね、雫型か六角形がね、かなりもうスタンダードですね。丸のクッション最近あんま見ないね、もうね。ドロップ型がいいと。ふんわりサラサラでキープ力の高いクッションがいい。またファンデーションがこう偏らないようにしてほしいと。なるほどね。あとは鎮静肌に嬉しいクッションがいいっていう風に80人のアビミがおっしゃっております。で、そんな80人のアビミの意見をもとに作られたのがこいつですね。で、多分、いや、それわかる、その機能欲しいとかっていう風にね、今聞いてて思った方もいらっしゃるんじゃないかな。ということで、そんな80人の意見を反映すべく作られたこの 3D クッションですね。まあ、一塗りでフルカバーできるようなメッシュクッションになっております。一般的なスポンジはもう普通のスポンジに液を浸しているのに対して、こうね、クッションタイプにすることで、まあ、高いね、弾力性のある使用感だったりとか、まあ、ファンデーションがね、こう均一につくように作られているそうです。仕上がりは一応セミマットのタイプとなっております。マスクをね、こうしても大丈夫のような、まあ、キープ力と使用感っていうのを実現されてます。あの、アビミの意見でね、鎮静力のあるファンデにしてくれよっていう意見があったと思うんですけど、実際にこの中にはみんな大好き、地下でよく使われるツボクサエキスだったりとかね、いろんなお肌にいい成分、敏感肌の鎮静だったりとか、あと肌バリアを強化するような機能が入っております。最後のアビミが言ってたね、この雫型がいいっていう話なんですけど、まあ、雫型にすることで細かい部分にはね、こうしっかりフィットしながら塗れたりっていうのと、あとはちょっとね、あ、もうすでに使ってあって申し訳ないんですけど、このね、ファンデの内側のところにルビーセル生地っていうものが使われていて、キメがめちゃくちゃ細かいんだそうです。このキメの細かさから肌への密着力を高めてくれるパフになってるらしいです。まあ、私からしたら普通のパフですね正直。ということで、実際ね、その羽80人のアビミの意見を踏襲したファンデ、実は今日もね、使ってるんですよ。で、皆さんにもね、使用感どんなものか知っていただきたいので、ちょっと顔半分今から落とすことでカバー力の高さを一緒にチェックしていきたいのと、さらに乗せることで使用感を一緒に見ていきましょう。はい、じゃあちょっとカメラアップにします。よいしょ。
はい、ではまず落としていきますね。え、てかめっちゃ肌綺麗くない？なんかそのね、上にね、このファンデの上にピグメント粒子とラスティングなんとかっていうのね、はい、わかるかな。こんな感じでね、お肌の上にね、こう粒子がね、乗るようになってるらしいです。多分その粒子のおかげでね、なんかこう綺麗に見えるんじゃないかなと思います。では実際に落としていきます。皆さんどのぐらいカバー力をちょっとチェックしてくださいね。いきます。よいしょ、じゃーん。こんな感じで、実は私ね、お肌ね、ちょっとね、まだら模様っていうか、赤みめちゃくちゃあって、あと、ここにニキビできた。こんなとこにニキビできたんで、やばくない？実際のお肌の状態はこんな感じでした。かなりね、赤くて、まだらなんですけど、かなり均一になってて、よいしょ、ちょっと。カメラ持ってに戻します。こうね、遠目で見るとね、分かりづらいと思うんですけど、こんなにね、綺麗にそのこのまだら模様をね、カバーしてくれていました。めちゃくちゃすごくないですか？めっちゃ肌がこう均一にっていうか、こう陶器肌みたいな感じでね、サラッとして見えますよね。よいしょ。で、寄るとじゃん、こんな感じで本当は赤みがあってムラがかなりありました。では実際にね、再度これを塗ってどのぐらいこいつらがカバーできてるのかっていうのをチェックしていきましょう。まずはメッシュを取ります。はい、そうするといっぱいつけちゃうので量を整えて、じゃん。まずはちょっと点置きしました。この点置きの状態でもね、かなりむしろ均一になってるなと思います。ではこれをね、密着させていきます。クッションファンデをね、しっかり叩き込むことでね、密着力をね、上げてくれますので。おお、もうムラが結構カバーできましたね。ちょっと叩いただけなのに。で、女色ニキビ跡もね、ちょっとコンシーラー使わずで消していきたいと思います。ちょっと凹凸はどうしても消えないんですけど、ここね、赤みは若干収まったと思います。で、仕上がりはセミマットなので、ちょっと硬い感じがしますね。しっとりっていうよりかは粉っぽい感じは使ってて分かります。はい、お肌のカバーはこんな感じかな。かなりね、ムラがね、なく、じゃん、陶器肌に仕上がったかなと思います。よいしょ、遠目で見るとこんな感じ。今お肌はファンデしかしてなくて、パウダーもしてない状態なんですけど、ツヤ感がね、こうあんまり嫌なテカリ感ではないのが伝わるかなと思います。パウダーしなくても結構セミマットなので、グロー感がね、いい塩梅ですね。こうテカリすぎてちょっとお肌がこう汚く見えるっていう感じではなくって、まあ、ここちょっとパウダーしたいな、でもね、みたいな感じのセミグローテクスチャーになっております。実際に使ってみて、確かにこのメッシュっていうのがポイントなのかな。かなりこのメッシュさえ超えちゃえば、ちょっと結構パウダリーな感じがします。さっきね、液量をこうやって出した時は明らかに液体だったんですけど、こう乗せていくと本当に粉っぽくなるというか、何みたいかな、なんかいい例えないかな、なんか練りチークみたいな感じで、パッて塗った時はしっとりしてるのに、伸ばしていくとどんどん粉っぽくさ感が出るっていう感じに近いかなと思います。結構ね、触ってもあんまり嫌じゃないぐらいにはベタつきはないです。はい、で、まあカバー力はそこそこあるかなと思います。コンシーラー使わずにこんだけ色ムラをカバーしてくれているので、まあ、いろんなブランドのいろんなクッションファンデ使ってきましたけど、全部のクッションファンデを5段階別に評価するとしたら3か4って感じ。なかなかカバー力あるんじゃないかなと思います。で、個人的には私結構グロー系ので、嫌ほどツヤあるやつとベタベタするファンデーションがあんまり好きではないので、パウダーなしでもベタつきがないっていう点はかなり気に入ってます。実はね、このクッションファンデ TikTok に載せてね、めちゃくちゃバズったんですよ。なんでバズったかっていうと、多分このね、凹凸がなくっていう感じがかなり良かったっていうのをお話ししたので人気が出たかなと思うんですが、結構ね、こう塗っていくとその粒子っぽさが多分ポイントなのか、肌の凹凸感がかなりなくなります。で、今も実際使ってみて、もちろんね、あのね、毛穴のプライマーとかは使ってはいるんですけど、その肌の細かいきめ細かいシワ、あー、もうミクロの世界のシワの話してるんですけど、が結構埋まってで、こうツヤンとね、こう凹凸のない感じの綺麗なレスなお肌が作れるのがこのファンデのいいところかなと思います。画面越しに伝わりますかね。なんかこうゴワついてる感じがなくて、本当にお皿みたいなこうお皿みたいな、こうツヤンとした滑らかで凹凸のないね、お肌が作れる
仕上がりのファンデーションとなってます。ぜひね、ちょっとどういう意味っていう風に思ったかと思うので、もう一回だけちょっと詳しく説明すると、このクッションファンデ使うと、なんかこうお肌ってよく見ると三角っぽいね、この線いっぱい入ってるじゃないですか。この線がなんかこうなくなるような感じがするんですよ。こうやってね、よいしょ、乗せていくと、その粒子が多分そこのキメとかにしっかり入り込んで密着してくれるから、わかるかな。こっちがトーンアップしてるだけじゃなくて、凹凸感もない感じに見えません？こっちに比べると。うわー、これ画面で伝わらないのがめちゃくちゃ悔しいな。このファンデの良さはね、多分私ここにあるんじゃないかなと思います。本当にお肌の凹凸をね、なくしてくれるんですよ。毛穴もね、ちょっとこう埋めてくれる感じにかなり近いかなと思います。ぜひね、なんかお肌のごわつき感とか、このデコボコ感があんまり好きじゃないよって方とか、あと普段プライマーめちゃくちゃもう練り込んで練り込んでプライマーで穴埋めてからメイクしてますって人なんかはね、多分これちょっと感動するんじゃないかなと思います。ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、今回はアイビムのフェイスカバーフィット 3D クッションをご紹介しました。実際に使ってみた利点としては、ファンデ自体が消費者、アイビムの消費者のアビミさん80人が意見を出したクッションファンデとして、かなりこうみんなが気になる鎮静効果が入ってほしい、カバー力が入っててほしいとか、こう雫型であってほしいとか、ムラなく均一に簡単に塗れるようにしたいとかっていう、みんなの願いとかわがままがしっかり詰まったクッションファンデだなと思います。個人的に使ってみて押せる点は、ベタつかないのと、肌の凹凸すらもしっかりカバーしてくれるっていう点がかなり良かったです。私多分今年の冬、BB クリームとこいつで生きていくんじゃないかなと思います。最近使ったクッションファンデの中でもね、かなりお気に入りの部類に入ります。はい、ぜひ皆さんもね、そういうお悩みあったなとか、あ、そういうクッションファンデ探してたっていう方は、IBM さんはですね、Q10 の中にあるビューティートッピングさんのサイト内でご購入いただけますので、ぜひチェックしてみてください。実はね、IBM のね、アイテム他にもいっぱい買ってて、また後日順番にレビューしておきますね。ということで、今回の動画が面白かったな、参考になったなって方は、ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。10万人行くまでね、毎日投稿しておりますので、またぜひぜひ明日もお会いできたら嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。髪の毛食べちゃった、アンニョン。